えー、皆さんこんこにちは、えー、今日は年内最後のね動画をね撮ってみようかなと思います。えー、ちょっと弦が弦が死んでるんで弦を交換しながらまあおすすめの弦を紹介したりとかまあ今年を僕なりに振り返ってみたりとかねあとこれこの。 今年ね、手に入れたベースなんですよ。まあ、この紹介してなかったんで、ちょっと皆さんにベースの紹介したりとかして、まあ、のんびりとね、動画を撮ってみようかなと思うんで、えー、しわでバタバタしてると思うんですけど、えー、ひとときの、えー、リラックス動画として見てください。えー、そんな感じでよろしく。弦ですよ、もう。 いろいろね、僕も質問もらえもらうんですけど,けど、どんぐらいの頻度でね、弦交換してるとかね、弦交換したら音の抜けが悪く,悪くなりましたってコメントもらったりとか、なんかどうしたらいいですかみたいなね、とか、あのー、まあ、おすすめの弦、最近僕この弦めっちゃいいなと思ってるおすすめの弦もあったりとかするんで、まあ、それもちょっと紹介したいし。で、僕はね、基本的に弦は、まあ、新品が好きなんですよ。 でもねやっぱり僕の周りの仲間でももう死んだ弦がすごく好きな人もいるしもう全然変えてないってそれもすごいかっこいい音出してねいいいい音やなみたいなそれ弦何使ってるんですかもうダダリオのしもう使い古したもう死んだダダリオみたいなねもう何も。 言えないですよね。死んだだだりホなんやそれでそんないい音できるんだったらなんかこんだけ頻繁に弦変えてる意味あんのかなとかって思ったりするんですけどまあでもね弦変えるとねやっぱねすごいあのー、なんて言うんだろうまあ艶やかな音になるしレンジも広くなるしニュアンスもつけやすくなるしまあだからねまあ特にジャズベアね僕は弦はもう本当にあのー、新品の弦が結構好きなんですけどまあプレベに関してはね割と死んでもプレベっぽい なんかこうになったい音が出るんであんま変えなかったりとかねフラットアンドだったりとかするんで、えー、今日はちょっと弦の話を、えー、まずしながら、えー、このベースも見ていきましょうでなんかね振り返ろうかなと思います2020年まあ,あのリラックスしてみてくださいよろしく映ってますかね映ってますねはい弦を変えていきます ちょっと久しぶりかもねこういうなんか動画もう師走なんでねバタバタしてると思うんでこういうまったり超まったり無音の感じを楽しんでいただけたらなと思いますいきなり寒くなりましたよねあのー、ちょっと前までなんかね夏の終わりみたいな空気感で12月なのにすごいな変な変な感じだなとかって思ってたんですけどいきなり寒くなったんでもうちょっと 勘弁しててくださいっっ感じも俺はやっぱ寒いより暑い方がいいんでなんか寒いと何だろう駄目ですよね指も動かないし弦はおすすめの弦なんですけど僕ね今最近ねジャズベースにはねこの弦がめっちゃいいと思っててリチャードココまあずっと俺リチャードココ張ってるんですけどあのジャズベー基本。この 85,62,44っていう、このゲージ。これがね、絶妙にね、いいんですよ。あの、リチャードココ,コって割とね、テンションが、割とちょっと、ダダリオとか、あの、アイミーボールとかに比べて、ちょっと張りがある感じなんですけど、このゲージだったらね、すごい、それがね、いい感じに、張りが強すぎないっていうか、いいんですよね。 で、昔からもう十何年ぐらいリチャードココが好きで貼ってるんですけど、ジャズベースには、まあ。リチャードココ何がいいかっていうと、なんかね、寿命が超穏やかにね、あの、音が死んでいくっていうか、結局、まあ、サスティンがなくなったりとか、なんかだんだん音がくすんでいくんですよね、弦って。あの、初心者の方に、あの交換時期の話をすると。もう、生音で弾いたときに、やっぱこう、 きらびやかかさがなくなくるっていうかそれがねまたウッディな感じで良かったりするんですけどなんかなんだろうそれがねあー音が伸びないなとかになってちょっとやる気がなんか出なくなってとかするんですけどまあそういう時にね変えるんですけどまあ基本的には1ヶ月に1回はねあのジャズインに関しては変えてるしライブがあればライブ1本につき1回は変えるしまあ なんとも限界まで引っ張っても2回のライブではもう1回は変えるかなって感じですよね。ニュアンスがつけづらくなるしなんか抜け方もやっぱすごい変わってくるんでううん、そうプレアに関してはさっき言ったようにね、あのー、そんなハイファイなギラギラした音出したりとは思わないんで、あのー、あんま変えたりとかしないんですけど頻繁には。 ジャズ弁の場合は、ね、すごいやっぱりこうジャズ弁に求める音っていうのがあってそれはね新品の弦の方が僕はすごく好きなんでそんぐらいの頻度で書いてますね。で弦を,弦を新品にしたら一気になんか抜けが悪くなったんですけどとか言っていうコメントがあってどうしたらいいんですかっていうのがあったんですけど、まあ、確かに弦変えるとレンジがすごく広くなるんで、あのー、アンサンブルで言うと。 なんかぶつかっちゃうレンジが広くなって逆に抜けが悪くなったりなるのかなとか思ったりもするんですけど割と気温が弦が死んでたりとかねフラットアンの方が気温がローミットあたりの気温あのこういう字書くんですけど気温がなんかこうずって出るからそこにはまれば一番それがベースの位置としてスパッて収まってくれるかもしれないんですけど弦変えてねあんまりこう本当に高い音から低い音までレンジが広くなっちゃうと。 他の楽器次第ではもしかしたら抜けが悪くなるのかもしれないですね。そういう時はまはあ、アンプのイコライジングだったりとか、まあもうちょっと引き込んでね、音を落ち着かしたりとかするのがいいのかなと思います。ちょっと隣でね、ワンちゃんが寝てるんで、ちょっといびきが聞こえるかもしれないんで、シーズン犬はね鼻が低いからねあの、すごいいびきかくんですよ。のかなと思います。そんな感じ。はい、じゃあちょっと、えっ、ー、と、これ あれですよ、これ塗っていこうかな弦変える時は僕は必ず塗るんですけどはいシバンにオイルなんか音がよくなる気がする <laughs> 見た目もあのー やっぱり乾いてる乾ききってるカピカピの芝居よりはあのー、こうやってワックスとか塗ってなんかこう艶艶ややかかかにした方がががななんん音が出る気がする気すすでよねまあその気がするでもういいんだと思うんですけどそれがなんかこう自分の演奏のなんかこうモチベーションじゃないですけど気になって出るかもしれないんで。 今年はあれなんですよね12月31日に中国で仕事があるんですよカウントダウンの、まあ、ちょっと今まだビザの申請中、まあ、かなり中国って厳しいんでビザが申請中なんで、あのー、一応仕事納めも仕事始めもなんか中国になる感じです皆さんは 20何日まで仕事のの方が多いのかミ、まあ、ュージシャンは本当に結構バラバラだと思うんですけど一般的には27とかぐらいまで仕事で1月の4日34日ぐらいまで仕事なんですかねはいこれ僕同い年の1983年生のジャズベなんですけどこれアメリカンビンテージシリーズなんですよ ほらこの V シリアルで結構若いでしょ番号が今だったらね多分もう6桁とかだと思うんですけどこの頃はまだねこんな若くて82年生とかだとまだ4桁だったりするんですけど、まあ、なんか初期のねアメリカンビンテージシリーズでこれねい,いいんですよなんかネックがねもうめっちゃ薄くて引きやすいしでなんか木材ネックもすごい硬い感じがするし薄くてもね全然そらないし でなんか塗装がねもうめっちゃ薄い分かるかな分からんなこう結構もうウェザーチェックがねギンギンに入ってるんですよねそうでなんかこの頃のねアメリカンビンテージはあのふいわゆるフラートン工場で作られてたアメリカンビンテージで今はねもうコロナ工場だと思うんですけどフェンダーってだから フラートン工場っていうのはちょっとマニアックな話すると本当1960年代とか50年代のフェンダーの楽器を作ってた工場であのフェンダーが80年代もうやべえ俺たちやべえって,、ね、っていう何て言うのもうすごい質が悪いっていう評判でねちょっと一発立て直そうぜっていうのでアメリカンビンテージシリーズをね、あのー、作ったらしいんですけど。でそれねフラートン 時期っってていうのがあって85年ぐらいまでその当時の60年代とか50年代の黄金期のフェンダーの楽器を作ってた工場でこれのリーシューがね作られてるんですよその後ねコロナ工場にね何年だったか忘れたんですけど86年とか5年ぐらいにあのー、フェンダーがね工場を移すんですけどだからねその時期のね、あのー、ちょうどだから1983年代その時期のやつでい,やいわゆるまだフェンダーカスタムショップがなかった頃なんで。 気合い入れてそのフェンダーカスタムショップの立ち上げメンバーみたいなねあの精鋭たちがこれに携わってるらしくて、あのー、作りにねだからねまあ確かにね木材はねめっちゃいいんですよねだから音もすごくいいでまあなんかヴィンテージ理習としてはなんか割とツッコみどころが多いんですよなんかこう塗装の吹き方とか。 あのー、これもなんか真っ白だしドットポジションもねであとななんだろうそのピックアップもグレイボビンとなんかレッドボビンです赤いボビンだったりねそう初めて知ったんですけどまあだからこの時期のね62年のスラブボードのジャズベースって言ったらこうブラックボビンなんですけどそこはグレイボビン当時のグレイボビンとあとなんかなぜかレッドボビンっていうすごいあのー。 レアなピックアップがついててオリジナルでこれ全部伝送系とかもオリジナルです当時からスタックポットだったんですよね <laughs> 初期はかっこいいですよねスタックポットってすごくそうだからねなんか割と気合入ってた頃の,あのアメリ初期のアメリカンビンテージですごい塗装薄いし、まあ、ネックがすごくスリムで今まで弾いたことあるジャズベースの中で多分一番弾きやすいぐらいスリムでこれはいいぞと思って ただね、これはねうん、うん、僕ヤフオクであの引かずに買ったんですよ <laughs> そうずっと83年の生まれ年のベースを探してるって言ったんですけどなかなかなくてなんか見つけたら教えてくださいってねコミュニティの僕は YouTube のメンバーシップやってるコミュニティのね方々に言ってたんですけどタレコミがあって「多田さんと同じ同い年のやつ出てますよヤフオクで」って,って言われて「マジっすか本当やー」と思って。 まあでもね弾か,かずに買うってなかなか高かったんで弾 <laughs> かずに買うのも56万の楽器だったらいいけどこの値段で失敗したら最悪やなとかって思ってたんですけどまあでもねなかなか巡り会えないしまあ最悪音悪くてもなんか改造しまくって、ね、同い年っていうので、まあ、許そうと思ってでもう落札してで届いたら。 よっしゃみたいなめちゃくちゃ想像以上に良くて音も良くてめっちゃネックの状態もいいし超ローアクションでまっすぐなんですよ。で弾きやすいしあなんかフラートーンの時期のアメリカンヴィンテージって割となんか評価がね海外とかでは評価高いし。 日本ではなんか割と情報少なかったんであれなんですけどまあいいぞって言われてる時期なんですけどあそれはもう確かにいいなと思ってだから JV シリアルと一緒かななんかフェンダージャパンも JV シリアルの頃ってやっぱ本当になんか作りがいいしパ使ってるパーツとかもねやっぱり今よりなんかィンテージに近いものを使ってるんですよ、うん、だからおおよかったなと思ってそうだからこれもね現場で どんどん使,使いたいなと思うし、また YouTube もね、あのー、出そうかなと思うんで。じゃあね、せっかくなんで、えー、ちょっと芝を潤わせてる間に、これ、ネックのね、ネックのポケットに、83年の鉛筆書きがあるんで、ちょっと見てもらおうかな。 フェンダーってほんとすごいですよねこうやって外せるし <laughs> こんな感じでほら83年のねあこっちだ83年2月4日かなこれ,これ夏頃にね手に入れてたんですけどね本当にトラスロットも動かさなくても全くネックが損ないっていうか季節変わっていや相当ネック自体はもう木材はかなりこだわって選ばれてるんじゃないかなと思いますネックの作りっていうか。 この,この人が作ってるっぽいですね。ジーガルシアさん。ジーガルシアさん。なんかね、僕もね、いろいろ見たんですけど、あのー、まあ、フェンダージャパンの JV シリアルの頃って、もうかなりフェンダー USA のパ,パーツが使われてるんですけど、木材だけは、もう、日本には送らなかったみたいな。 なんて木材だけはもう USA でこの木材は USA で使うみたいななんか割と厳選された木材を使ってるっぽいんですけどでもなんかいろんなベース弾いてて思うんですけどなんかネックがねすごい硬くて詰まってるベースって弾いたらわかるんですよねなんかこうで握った時にちょっとわかるっていうかそれのかなり本当に硬いネックなんだなっていうのがこのベースは分かりましたね分かりますねすごい 弦の反動をグッと押さえててくれてる感じなんか一緒に共振してないというかクッて押さえてる感じボディはすごくなんかねこうバーンってなってる感じなんですけどいやだから本当にうに日頃の行いが良かったのかヤフオクですごく気に入ったベースを手に 入れることができた僕はえ皆さんにはおすすめしませんけどねそんなヤフオクで弾かずにやっぱ絶対思想して買った方がいいと思うんで楽器ベースはもう個体差がやっぱ特にフェンダーなんかね個体差結構あるしあの楽器は弾いて買いましょう。 今年僕は影響を受けたもう音楽めっちゃあるんですよ。そういうね話をちょっとしようかなと思うんですけど、まずなんかベーシスト的に影響を受けたのは韓国人ベーシストで、もうね、ヤスらのね、あの、グルーブ感というか、音符の長さもすごい絶妙でいいし、弾くフレージングもすごいかっこいいし、 なんかタイム感とかね文字うまくてなんかあれこんな風にベース弾けるようになりたいなと思ってね <laughs> ちょっと結構練習したりとか、えーね、してたんですけど、まあ、なかなかねあんな風に弾けないんですけどまあすごく今年韓国ベーシストもね影響を受けましたであとねかっこいいって思った曲があってあのルイス・コールっていう人がいて。 ドラム叩いてる人なんですよね。その人がやってるね、No.War Forever っていう、なんかユニットがあって、バンドなのかなユニットなんかちょっとわかんないんですけど、多分ユニットだと思うんですけど、Do Hot Girls Like Cause っていう曲がね、なんかね、もう、すごいバグってるんですけど、なんかね、なんか病みつきになったっていうか、うこの曲すげえかっこいいなと思って。あのー、今年一番なんかハマった曲っていうか、なんか、なんか、めちゃくちゃテクニック系なんですけど、 でもねすごいかっこいい新米なんかエレベーなんかよくわかんない感じなんですけどこの曲かっこいいなと思ったんでねぜひ聴いてくださいでもうライブ結構ね見に行って今年一番影響受けたっていうかう本当に刺激もらったのがグレイのライブでもうねグレイのライブはねもうみんなに見てほしいぜひでねちょっと1個宣伝があるんですけどジローさんの こういうい本があってキャラメルリターンズブックっていうのが次郎さんの本なんですけどそれにね乗っけていただいたんですよほらこんな感じでやばくないっすかそうだから結構文中にもね次郎さんが僕の YouTube を見てくださってねそれ,それから友達になったっていう感じのエピソードもあったりとかしてめっちゃ読み応えあるんでこれぜひねちょっと。 手に入るのかなちょっとかんななわんんいですけど僕の中ではもう大切なバイブルになったんででそんなね次郎さんにねあのグレイのライブを何度か招待してもらって3回行ったかな今年グレイのライブもうねマジでねグレイはね本当にすごいですよまあ、まず本当にみんなかっこいいし演奏うまいし、まあ、特にてるさんの歌がねもう とんでもなかったです、ね、で、すね僕2回目行った時ゴーストえっ、ー、とね何だっ,っけゴーストホンダじゃないあの2回目にね東京の東京じゃない有明ガーデンであった、えー、<noise> ハイコミュニケーションズの「ライ f がを行った時に僕は本当にそのてるさんの歌声に感動して。 結構ね、泣いちゃったんですよ。本当にライブ見て泣くとかってあんまないんですけどなんかシルク・ド・ソレイユを見た時に泣いたぐらい感動してもうもう、もうすごかったで、曲もね「グレイのライブで僕は本当にに、ね、めちゃくちゃ聴き込んでるわけじゃないんで結構知らない曲ばっかだったんですけど今年はそういうマニアックな曲をやるツアーが多かったみたいででもねもうめっちゃ知らない曲なのにすごい楽しいすごいですよね マジでエンターテインメントとしてもバンドとしてもすごいなと思って次郎さんのベースもマジで半端ないですよ永井さんと次郎さんのリズム体はマジで半端ないんでなんかベースやってる人はねぜひ見てほしいなぁグレイのライブ来年デビュー30周年らしいんで結構ねガンガン全国ツアーとかやるんじゃないですかねうんそのライブで僕は本当になんだろう ミュージシャンとしての刺激をめっちゃもらいましたベーシストとしてもミュージシャンとしてもね、ディオさんから、ね、かなり影響を受けて今年一番印象に残ってるのはグレーのライブかなで僕もなんか、ね、YouTube 始めてそのメンバーシップでねあのオフ会とかやってるんですよでもう9回やったんですけどオフ会の時にね若いベーシストがあの来てくれて これすごい嬉しかった、今年嬉しかった話なんですけど、あのー、YouTube でね多田,田さんを知って多田,田さんのファンになって、あのー、コミュニティあのメンバーシップに入って今日来ましたって言ってくれたんですけどでも若いからなんかどういうきっかけでベース始めてその僕にたどり着いたのかなって思ってどういうきっかけでベース始めたのって聞いたら僕はグレイの次郎さんが大好きでベースを始めて で、まあ、ベースやっててコロナ禍に僕の YouTube を見てもっとね、その次郎さんと僕がつながる前に僕のこと知ってくれてであいいなと思ってくれたらしくてでそれで、ね、去年、あのー、グレイの次郎さんと僕がつながった動画を僕が「グレイのライブが」の、ね、感動したっていう動画をアップしたときにそれを見てマジかーってなってくれたらしくて次郎、あのー、さんとさダさんがつながるやんやみたいなね。まあ確かに つながらなさそうな2人なんで、もうそれでもう僕はすごく感動したんですよっていうのを、ね、あの伝えてくれて、まあ、すごいね、嬉しかったんですよね、それで、ああ、なんか確かにそれってすげえ話やなと思って、もうそれはすごいわと思って、で、またそんなね、なんかベーシストと僕が YouTube やったからこそつながれたっていうのもなんかすごい楽しかったし、まあ、そういう意味ではね、やっぱモチベーションがすごくなんか上がる。なんかもうグレーーライブでもモチベーションすごく 今年上がったしまあそういういろんなベーシスト若いベーシストとねつながれるのもなんかこうモチベーション上がるしまああと韓国のベーシストの、まあ、韓国のベーシストはちょっと上手すぎてなかなかこうどう,どうなってんだ腹立つぐらいな感じなんですけどまあでもねやっぱモチベーションつながるんで来年に向けてちょっと今ね結構気合が入ってますでやっぱベーシストとまあ仕事はねもちろん来年も。 ちちょくちょくく入入っってててありがたいことに入ってるんですけどまあベーシストとしてもねやっぱりこうやって今年で1万人超えたんで YouTube の,あの登録者がなんかそんだけね見てくれてる人がいるんだったらなんかこうもっとなんか広げたいなと思ってまあちょっとグッズとかをねまあもちろん音源もですしグッズとか音源とか,なんか自分がなんか欲しいものとか自分が表現したいことみたいなのをもうちょっと来年は形にしていきたいなと思ってて。 まずね2月にねそういうショップをねちょっと開設しようかなと思ってるんですよ。でそこでね自分が欲しいなって思う,なんかこうグッズだったりを販売したりとかまあ音源とかもね、あのー、もうありがたいことにねいろんな素晴らしいミュージシャンが僕の周りにはいるんでなんかそういう人たちになんかこう協力してもらってなんか,かっこいい音源とか作りたいなとかで思ってるんでえー、来年はねそういうふうにやっていきたいですねっていう。 感じの二千二十三年の締めくくりな感じですっていううちに原稿感終わりました。原稿感のやり方とか取ればよかったですね。まあでも僕の多分 YouTube 見てる人結構みんな普通に全然買えるでしょう。はい。ちなみにね原稿見てほしいな。このぐらいなんですよ原稿。結構ね低いでしょ。 ネックが超まっすぐなんで割と下げてもねいい感じの弦高で超弾きやすいベースですはいじゃあねそんな感じでねピチピチの音になりましたそんな感じでちょっとまったりねあの <laughs> 久しぶりにこういう動画を撮ってみたんですけど まあさっき言ったようにね、来年もまた、まあ、ベーシストとしても、んだろう、いろいろとやりたいことはやっていこうかなと思ってますんで、えー、引き続きこの、えー、ベーシスト、直とただチャンネル、えー、応援よろしくお願いします。えー、今年もね、ありがとうございました。じゃあ、えー、良いお年をお迎えください。またね。